はい、こんにちは、栃木のたけし農場です。田んぼのね、除草剤散布がまあ吸ったもんでありましたけど、やっと終わりましたのでね、今度は機械で植えられなかった箇所のね、手直し作業になります。これ補植って言います。を補って植えるっていう風に書きます。で、特に多いのが田んぼの四隅ですね。4コーナーは多少機械で植えられない箇所ができてしまいます。で、たけし農場は時間があればその他田んぼの中もね、ずっと一回り入ります。ただじゃあこれ入ったからって言ってその分余計に米取れるかって言って、費用対効果を考えるとね、っていう感じもするんですけどね。まあ、頑張ってやってみたいと思います。じゃあ手前の方がね、ちょうど入り口のスロープなんで、ここは機械で植わりませんので、ちょっと奥の方からね、植えていきたいと思います。ちょっとこういう1本しか入って植えられてないところもね、時間があれば追加で植えたいと思います。よいしょ。はい、こんな感じでね、植えていきます。よいしょ。はい、これからね、奥へ向かって植えていきたいと思います。動画の方はね、一回止めます。まずは4コーナーです。4コーナーを先植えて、その後に中のね、植えられなかった結果部を植えていきたいと思います。動画の方は止めます。はい、一箇所終了です。今日はね、薄曇りなんですけど、結構田んぼの中あったかいです。たけし農場はこのあったかさ結構好きです。はい、時間が許す限りね、中も入ってみたいと思います。はい、お付き合いありがとうございました。